はい、こんにちは、116インズです。今回は少し残念な話をしていきたいなと思っています。マリナーズのダニエル・ボーゲルバックが今日トロントブルージェイズへ金銭と交換という形でトレードされました。ボーゲルバックは19日に DFA、事実上の戦力外を受けましてマリナーズのロースターから外されていたんですけれども、そこからチームはトレードなど模索して、で獲得に名乗り出る球団が出なければマイナーに落とすことも可能だったんですが、どうもブルージェイズが獲得に名乗りを上げたと。昨年ブレイクしてオールスターにも選ばれたボーゲルバックですが、今季は全く打撃が振るわず打率も1割を切っているような状態でしたので、マリナーズとしても彼の復調を期待して起用もしていたんですが、そろそろ我慢の限界といいますか、他の若手の野手に打席を与えたいということもあって今回こういった形でのボーゲルバックの移籍となってしまいました。いや、昨年の前半戦は本当に活躍していましたし、オールスターに選ばれたのも本当に嬉しかったんですけれども、後半戦から調子を崩してしまって、で今季もその不振から脱することができていないということで、今回のこの判断はチームとしてもしょうがないとは思うんですけれども、やっぱり残念ですよね。立場的にもかなり危うい存在だということは分かってはいましたけれども、そうは言ってもオールスターからわずか1年でこうして DFA そしてトレードとなってしまったのは本当に残念でならないなという気持ちですね。ボーゲルバックは2016年のシーズン中にマイク・モンゴメリーとのトレードでカブスから加入しまして、でその時点でマイナーでも結構成績を残していた選手でしたので、すぐに MLB に定着するかなと思っていたんですが、そこからちょっと足踏みしてしまいまして、マイナーでは活躍するけれどもなかなか MLB の結果につながらないような、いわゆる 4A 選手といいますか、 AAA と MLB の間のような実力の選手として数年間プレーしていたところ、昨年ようやく MLB に本格的に定着して、前半戦85試合で21ホーマー、期待していたバッティングがついに MLB レベルで通用するようになったんですね。そしてこの活躍もありまして、マリナーズの選手としては唯一オールスターにも選ばれたんですね。個人的にボーゲルバックは昨年、ちょうどマイナーに落とすオプションも切れる昨年活躍することができなければ、おそらくもう MLB で活躍することは厳しいだろうと思っていたところ、昨年大ブレイクを果たして、でしかもオールスターにまで選ばれるような選手に成長したので、本当に嬉しかったですし、でシーズンでも30ホーマー達成しましたので、しばらくチームの主軸として活躍してくれるかなと期待していたんですが、ただオールスター明けからちょっとボーゲルバックの打撃が明らかにおかしくなってしまいました。厳密には前半戦の終わりぐらいからおかしくはなっていたようなんですが、後半戦で一気に顕著に出ましたね。こちらボーゲルバックの昨年の前半戦、それから後半戦の成績となるんですけれども、セカンドハーフと書いてあるところが後半戦の成績となります。表から見ても明らかですが、打率1割6分2厘、 OPS も6割2分6厘とスラッガータイプの選手としてはかなり物足りない数字となっていますし、前半戦21本のホームランを放ったのに対して後半戦はわずかに9本と、明らかに前半戦とは違う選手となってしまったんですね。前半戦はエドウィン・エンカーナシオンやジェイ・ブルースがチームにいた影響で試合に出られないということもあったんですが、その二人がトレードされてからはかなり出場機会にも恵まれるようにもなったんですが、数字の面ではどんどん落ちていってしまったんですね。ボーゲルバックはお世辞にも足が速い選手でもないですし、また守備が上手い選手でもないので、いわば打撃が唯一の取り柄の選手が、打撃面でこういった成績を残してしまうとちょっと厳しいですよね。打撃不振は今シーズンに入っても続いていますので、未だに昨年の後半戦の不振から抜け出せていないのかなというところですね。個人的にボーゲルバックが調子を崩してしまった理由としてはいくつか挙げられるんですけれども、まず一つ目に変化球に対する弱点が露呈してしまったというところが挙げられますね。こちら昨シーズンのボーゲルバックの球種の種類別の成績となるんですけれども、ファストボールは速球系、ブレイキングは変化球系、そしてオフスピードは緩急をつけるタイプの変化球になるんですけれども、ご覧のようにファストボール系はホームランも23本放っていまして、昨シーズンのホームランの大部分は速球系のボールから放っていますし、いろいろな指標を見ましても決して悪い数字は残していないんですね。ただこれがカーブやスライダーなどの変化球になりますと、ホームランはわずかに3本、そして打率も1割3分と明らかに苦手としていることがここからもわかるかと思います。前半戦のボーゲルバックの活躍から
おそらく他球団も研究してボーゲルバックが速球に強いことと変化球にかなり苦手意識を持っていることをおそらくデータとして持っていて、で後半戦からは次第に変化球の割合を増やしてボーゲルバックを抑えに行くというところが一つ配球の組み立てとしてあったのかもしれませんね。そして他球団の思惑通り変化球に対応できなかったボーゲルバックは後半戦に入ってどんどん数字を落としてしまったのかなと思いますね。そしてもう一つ、左投手を致命的に打てないという点もボーゲルバックが数字を落としてしまう原因になったのかなと思いますね。こちらがボーゲルバックの対右投手対左投手の成績となるんですけれども、上の RHP と書いてある方が右投手との成績となっていまして、下の LHP が左投手との対戦成績となります。ボーゲルバックは左打者ですので多少左投手を苦手にしてもおかしくはないんですが、ただそれにしても左右の差が顕著ですよね。対左投手では打率1割6分1厘 OPS 6割2厘とかなり苦しんでいることがわかりますね。チームもボーゲルバックが左投手を苦手としていることは理解していまして、エンカーナシオンやブルースがチームに在籍していた時はボーゲルバックがスタメンから外れ、左投手から守ってもらうという機会もそれなりにあったんですけれども、ただエンカーナシオンやブルースがトレードされてボーゲルバックが左投手相手に先発せざるを得なくなり、結果として彼の成績に悪影響を与えてしまいましたね。もちろん左投手を打てなければ本当の意味でレギュラーの選手になることは難しかったでしょうから、左投手を打てず結果的に成績を落としてしまったボーゲルバックは、悪く言えばそれまでの選手といえばそうだったのかもしれません。そんな悪夢のような後半戦を送った昨シーズンのボーゲルバックですが、今シーズンはさらに打球まで上がらなくなってしまいます。上の表の通りではありますが、2019年はゴロ率が 33.7% だったボーゲルバックは今季このゴロ率が 52.5% まで膨れ上がってしまいます。フライボール革命に代表されるように今や長打を打つためにフライを上げることは当たり前の時代なわけですが、ボーゲルバックのようなスラッガータイプの選手がフライを上げることができなくなればどのような結果が待っているかは誰の目にも明らかでしょう。そしてボーゲルバックは下の表のエグジットベロシティ、平均打球速度も80マイル台後半と決して打球速度が速いタイプの選手でもないですので、今シーズン大して打球速度の速くないゴロを量産してもあまり良い結果が生まれないのは当然のことなのかなと思いますね。実際今シーズンのボーゲルバックの打席思い返してみても、なんというか当てただけのセカンドゴロとか、そういった打席が非常に多かった印象がありますので、彼のバッティングがかなり崩れてしまっているのかなと思いますね。今季のボーゲルバックは去年の前半戦も思い出してしまうこともあって、本当に見ていて辛かったですし、こんなバッティングをするはずの選手じゃなかったんだけどなと思うような打席も非常に多かったです。なのでブルージェイズでのボーゲルバックに期待することは彼らしいバッティングを取り戻してほしいなというところですね。ブルージェイズはマリナーズが諦めたジャスティン・スモークをオールスター選手に育て上げた実績もありますし、またアメリカンリーグ東地区は打者有利な球場も非常に多いですから、そういった打者有利な環境に身を置いてボーゲルバックらしい打撃を取り戻してほしいなと思いますね。ブルージェイズにはロディ・テレスやゲレロジュニアなどボーゲルバックとタイプの被る選手が複数いるところであるんで、出場機会もたくさんは与えられることはないと思うんですけれども、少ないチャンスを生かして昨年オールスター選手になった活躍は決してまぐれではなかったことをぜひ証明してほしいなと思います。もっとボーゲルバックがマリナーズのユニフォームで活躍する姿は見たかったんですけれども、ブルージェイズでの活躍非常に期待しています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。